連合軍は何だ。なんとか敵の。信長はあの中か。アレスたちには構わず迅速に信長を狙おう。信長は俺たちが仕留める。アースガルズの神などに先を越されるなよ。どちらも信長を狙う。家康、三成、世を守れ。アレスとロキは協力するつもりはない。こちらとしては好都合ですが、一番は共倒れになってくれることだ。今は守りを固めつつ敵の様子を伺うといたぞ。いいやつのやつ、ここに来て様子見かよ。乱れた規律はすぐに正さない。突出した部隊がいるようだが。我らの指示を無視したのはそう。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。ウヌが武見事ぶれ。邪魔だ。信長殿を守ることが最優先。三成殿、ここは力を合わせようぞ。ありきるのは結構だ。確実に参ろう。ご自身の身も守られ、我らが敗れ信長様もお守りできぬ。おや、ウキン殿ではありませんか。こんなに突出するとは、あなたにしては珍しい。戦端を開くつもりはなかった。安全の敵を見逃しては将として示しがつかぬ。見事な手際だった。そう、皆の規範たる姿勢崩してはならん。この背中を目標にする者が多くいるはずだ。武器、私に刃を向ける。総秘殿、申し訳ございません。今は敵同士上お覚悟を。邪魔だ。戦は知略でするもの。思い知るがよい。打ち取ってる。想定とは違うが、悪くない。全軍、この勢いに乗り、アレス軍を攻めよう。邪魔だ。お前、面白い武器持ったんな。俺様によこせ。まあ、あなたも格がお好きなのですか。これは渡せませんが、ぜひ一曲、お聞かせしましょう。火事場泥棒がいるようだ。その最中ではあるが、見過ごせん。邪魔だ。ウキン、何をしているのだ。アレス軍を攻めるように言ったはずだが。おそらく見逃せない規律違反があったのでしょう。とはいえ、それで自身が勝手に動かれても困るが。いや、三つがいろ。
この乱れた戦場がウヌラの望みか。いや、決してそのようなことは。乱戦状態は我が軍には不利ゆえ。そうですね、もはや様子には見えない。どちらの軍人も門を閉め、守りが隠れている。ザコどもが群れているようだな。俺を楽しませる奴がいればいい。鬼神も来る。そういえば、もう一人戦いを好む本物の神がいる。お互いの存在を知らせれば面白いことになるかもしれん。一つ任務、戦いを避けつつ呂布をアレス軍の本陣まで誘導してくれ。承知した。任とあらば厳粛に遂行するのみ。呂布を倒してしまっただと。策が台無しではないか。ただ見ているのも飽きた。そろそろ人間どもに引導を渡してやろう。ようやく呂布殿に追いつきましたな。一人で先に行ってしまうとは。やはや父上は信長とは戦っていないようだな。では我らがその任を果たそう。共に。うわかった。呂布軍の本体に追いついてきたのだ。味方は出払った。俺が迎撃に向かいましょう。承知した。本陣はお任せあれ。三河武士の粘り腰しお見せしよう。ウヌが武耐えて見事く打ち取る。一方の大将は召したか。おおすべ。もう一方もコフル。おらおら、まだまだ暴れ足りねえぜ。味方は私と違い無能ばかりなのか。なぜあの男のいいようにさせている。砦を守る敵がじれている様子。観音殿を向かわせねば。あるいは観音殿、あの砦の敵をおびき出していただきたい。無能など汚き言葉で挑発してもらえぬか。どういう作戦かよくわからねえが、いいぜ、任せとけ。一筋縄ではいかんな。さすがは呂布軍といったところか。砦に着くまで観音殿を援護せねばな。見事な活躍だ。我がことのように嬉しい。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。呂布軍の勢いが勝っている。このままでは三成殿は。ああよかった、間に合ったみたいですね。あなた方は。我らは戦界の者、人の子を救うべくやってきたが、どうやら我らが出るまでもなかったようだな。人の子は戦局を有利に進めているようだ。ならば我らは向かってくる敵にだけ対処しよう。おら出てきやがれ。砦にこもってんじゃねえぞ無能が。この選ばれた人間超指揮を無能だと。私の力思い知らせてやるよ。もらった。おお、うまくいったか。砦の章を破りその先へ進むとしよう。予定より早く紹介がやられてしまったな。
仕方ないな。私一人で何とかしよう。相変わらず凄まじいですね。アイカの物の功も残しておいてください。三成将軍、見事な働きだったようだな。このような家宝でよくぞ状況を覆した。お前たちは俺のことを知っているのか。はい、もっと早く火星に来たかったのですが、とりあえず今は目の前の敵を倒しましょうか。信長を狙う敵は消えた。得体の知れぬものは残っているがな。安心しろ、人の子らよ。我らは戦界の住人、貴公らの力になるべくこの世界に降り立った者。つまり女家たちの仲間ということか。何か有益な情報があれば教えてもらいたい。無論そのつもりだ、三成将軍。信長の活躍のおかげ、守備は上々よ。勝利に一歩近づいたか。